はようございます。12月の定例の首相記者会見を始めさせていただきます。本日今欠席連絡をちょっといただいていますのがテレビ朝日の高林さん、からは連絡をいただいています。ちょっと方はでございますが、帝国ということで今幹事社のお伺いになったので始めさせていただきます。市の方からは鈴木企画政策部長欠席でございます。では本日もよろしくお願いします。では最初に市長の方から話題提供をお願いします。改めましておはようございます。おはようございます。今年最後の記者会見というところであります。大変1年間、市の関係の、話題についていろいろテレビ新聞等で報道をいただきまして、本当に大変ありがたく思ったことでおります。市の仕事がいかにいろいろ市民のために頑張っているかということは報道の皆さんがお伝えをいただかないとなかなか情報が市民に伝わらない、行政側だけの情報では届かないということがありますので、本当に1年間ありがとうございました。また今日も含めてこれからもよろしくお願いします。座ってお話をさせていただきます。最初に資料がないんですけれども、先日6日の日の地域防災訓練についてでありますけれども、今回も約3万7700人、大変多くの市民、それから企業、団体が参加をしていただきました。孤立集落でのヘリコプター誘導訓練、それから西坂省広域避難所をモデル地区とした倒壊家屋からの救出訓練、それから各自主防災会でも自助の協調を高める訓練をそれぞれ実施をいたしました。で、来年度については9月の県の総合防災訓練の会場が掛川市に決定をいたしますので、今回の訓練を生かして市民、地域、企業、市民活動団体、行政が共同して地域の防災力が高まるような、そういう訓練を計画をしていきたいというふうに思っております。従来県の防災総合防災訓練は、会場型といいまして1箇所でいろんなことをやる、こういうことで、進められた来たわけですけれども、掛川市は海があって電波があって、町があって山があると、こういういろいろな、条件を持っている地域でありますので、それぞれの地区で、その地域の災害にどう対応するか、こういう訓練が県と一緒になって、あるいは国も含めて、しっかりできればいいな、これから、そういう訓練になるように県とも協議していきたいと思います。それから来年の2月でありますけれども、原発の、防災訓練を、実施をしたいというふうに思っております。従来も、あまり掛け橋独自で、訓練をしてきておりませんが、なかなか市民参加のところまで行っておりませんので、今回東日本の南相馬市に行った時に、今市長さんから当初福島原発が事故が起きた時に、屋内避難、屋内退避の指示を出したんだけれども、実際もう天然バラバラにもう、避難をしてしまった
まあ、こういうお話を聞きました。まあ、南相馬は、原発事故にあった福島第一原発との距離は、まあ、掛川市より遠くにあるということで、そういう状況だったということでありますので、まあ、どういう訓練ができるか、これが少し検討したい。とりわけあの、まあ、スクリーニングを30キロ圏外でやると、30キロの時点でやると、まあ、こういうことでありますので、まあ、そういう時にどの程度時間がかかるのか、それから、まあ、要素材の配布、これも全くあの実は、皆様もできなかったということであります。今柿川市には、要素材が80万錠86万錠です86万錠あって、これ3年に1回更新をする、はい、ということになるわけですから、その配布の訓練も実際は知ってませんし、災害があった時に配布が果たしてできるのかどうかというようなことについても、まあ、どういう訓練ができるか、まあ、これからの検討ですけれども、まあ、いろんな、しっかりした訓練というか、まず我々その行政職員がこの万々が一浜岡で原発事故の時どう対応するかというのを改めて市の職員がしっかり把握すると、まあ、そういう訓練を、まあ、実証したいということで今、危機管理の方に指示をしております。それから今年1年を振り返ってということで、あの重大ニュースの、まあ、リストというかが私をしてありますが、まあ、今年もあの例年通り、報道の皆さんにもぜひ投票をしていただきたいというふうに思います。まあ、今年は市政10周年ということで、ありましたので、リストを見ても記念行事が大変いくつか並んでおります。まあ、私としては、やはり、合併して10年だということも踏まえて、まあ、一つはやっぱり、南北道が開通をしたということであります。まあ、大東ルートの海洋公園線、それから大須賀ルートの入山線、まあ、これが開通をしたということであります。まあ、10年経って、一体感が造成できたかというと、まだまだの状況でありますが、まあ、2つのルートが開通したということであります。まあ、その他、まあ、いろいろあの着物の丘とか全部ガラスとかのオープンなどがありました。それから、ミラノ博でのチャムサバの PR、まあ、ローナ法への柿川茶の献上等々、世界に向けて柿川のお茶をのブランド作り布石が腕なんではないかなというふうに思っております。まあ、10年一子二鳥の合併でしたので、まあ紳士としての、まあ、形態といいますか、まあ、整えることがある程度できた、まあ、そういうことで、まあ、新たなステージに入った節目の年でもあったのかなというふうに思います。で、まあ、残念と言いますか、今年 の、 市民意識調査を実施したわけでありますけれども、まあ、柿川市に、まあ、住みやすい、まあ、住みやすいという数値が出た、まあ、多少あの、
昨年より数値が下がりましたけど、それでも 76.4% です。ただ 76.6% の中で大塚地域のこの数値が54%ぐらいだったということで、大変市長として気にかかっております。まあ、やはり合併して最短距離である意味では市役所とか、あるいは掛け合いとか、あるいは病院とかというところに なかなか特に大塚地域の西と、まあ、横須賀地域といいますかは、黒井経由で今も来る方が、短時間で来られるし、利便性、交通利便性もいいという、まあ、そういう意味で入山瀬ルートが開通したということでありまして、さらに交通アクセスの利便性、これをしっかり高めないとやっぱり、まあ、住んで、いい住みやすい街であるということに改めてつながらないのかなと。ただいろんな課題はもちろんありますけれども、まあ、大きな大塚地域の数値が低いという理由の一つは私は、まあ、そういうところにあるのかなと思ってますので、まあ、今後改善にしっかり取り組んで、いかなければいけないというふうに思っています。ともう一つ、それでもその中で、合併10周年の、関係でそのリストにもありますけれども、祝賀祭り、お祭りが作る賭けがあるわということで、市内の42の屋台練りが参加し、他の、まあ、催しも参加をしてくれたわけですけれども、その時に南部の南の練りが3台、まあ、参加をしてくれて、まあ、掛川城を背景に、いろんな引き回しをしてくれたということがあったので、まあ、大変これはある面ではそういう意味では10周年たって、初めて、まあ、南の屋台も練りも来てくれた、まあ、ある意味では10年経って、合併して、まあまあいう現れの一つかなというふうに思って、まあ、これについては大変嬉しく思っております。まあ、いずれにしてもこの重大ジュースについては結果が出た段階で、改めて私の方からのコメントをしたいと思ってますけれども、まあどの事業も市民と力を合わせて、取り組んできた、まあ、一緒に汗をかいて、いただいた市民の皆さんに、まあ、感謝をしなければいけないと思っております。それから2つ目の市民総代会復習会の関係ですけれども、25会場で、全部で1893人が参加をいただきました。表を資料を見てますけど、昨年より実は参加者が減りました。女性も減りました。まあ、この大きな要因は、まあ、町づくり協議会を地区の町づくり協議会を、まあ、設立をしていただきたいというような趣旨で、まあ、今回の復習会が開かれた、まあ、こういうことが、あって、いろんな分野の参加者がちょっと減ったのではないかなというふうに、まあ、私なりには見ております。まあ、来年度以降そういうことのないように、いろんな、男性も女性も、まあ、高齢者も若い人も、まあ、この地区集会に、来ていろんな意見を言ってくれるような、そういうふうな地区集会になればというふうになる。ただこの中で、いろいろそれぞれの地区のまちづくり協議会の設立までの準備の状況を説明をしていただきましたが、
4月1日から全ての地域で、この祭り、祝祭りが立ち上がっている、こういうことでありますので、まあ、大変嬉しく心強くも思っているところであります。まあ私が市長になりましてから、市民、企業、行政が、まあ、共同して地域のいろんな諸課題を解決をする、まあ、ルールとかシステムとかを作っていこうと、まあ、こういうことで、進めてきましたので、ようやくここまで来たのかなということで、まあ、これからはこの地区祭り協議会がある意味では自立できる、法人格を持った、そういう組織になれるよう、国にしっかり法律整備を、まあ、要請をしていきたいと、まあ、全国でも類似な取り組みをしているところがありますので、まあ、一緒になって国に要請をしていきたいというふうに思っております。それから3点目でありますけれども、これは福祉屋の関係でありますが、まあ11月16日に厚生労働省の健康寿命を延ばそうカバーというので厚生労働大臣賞を受賞したということであります。この賞は行政部門としては最高位にある賞であります。福祉屋の多機関連携による、まあ、いろいろな支援体制が拡張されたというふうに思っています。それから、11月25日ですけれども、アメリカのハーバード大学のこれは名前がウィッシュはなし、ウィッシュはなし教授と、それから東京大学の大学院のこれ准教授になりますけれども近藤さんが、このマップシア希望農家を視察に見ました。まあ来た理由の一つは、まあアメリカでも10年20年後には高齢化社会に突入する、まあこういうことで、まあ、日本の取り組みが一番まあ、高齢化対策を進んでいる、まあ、こういうことから、視察に来られた、まあ、こういうことです。まあ、日本の取り組みが注目されていると。で、この今日ワナシュウィッシュワナシュ教授は福祉屋の多機関による切れ目のない支援、これについて、まあ、一緒になってこれから共同研究をしたいというお話がありました。また近藤准教授からは、伊勢志摩サミットにおいても、福祉屋の取り組みを、まあ、紹介したいと、まあ、こういう発言もいただきました。まあ、いずれにしても、大変ありがたいことでありますし、各県の人たちも、まあ、一緒になって協力していきたいと。で、今回高い評価をいただきましたが、5カ所の福祉や体制が整った今、これからいよいよ結果を出して市民の皆さんの期待に応えていかなければいけない、これからではというふうに思っております。この分野の研究は世界的に見てもまだこれからで、現実が研究の先を行っている分野ということでありますので、これらの取り組みが柿屋市民の安心安全な生活につながると、まあ、確信をしていますし、世界の高齢化への、まあ、処方箋となっていくことを期待しています。それから4つ目の
今これはもう報道をしていただいてありますが、12月2日に若く細胞が27年の地球温暖化防止活動の環境大臣賞を受賞したということであります、こちらは古紙回収活動を通じて温暖化防止への取り組み、子どもへの環境教育の実践など、全体で連携した環境活動が評価されたということであります、福島も含め掛川が掲げる3つの日本史のうち、環境と健康の2分野で、今回大臣賞を受賞した、高い評価をいただいたということであります、それから先月は NPO 法人トキノスの森クラブが林野庁長官賞をいただいております。それからお茶の関係で、山木が、何賞だか、何だか言うの特別賞、インスタル百花協会が主催の、一番おいしい お茶のコンテストで多分特別賞2番だという、いずれにしても、今年はそういう意味ではいろんな賞を、掛け橋のいろんな団体が受賞しています。これも、市民協働のまちづくりの私は成果だというふうに思っています。引き続き、市民主体の協働のまちづくりをしっかり進めていきたいと思います。それから最後になりますけれども、元々資料あったので追加情報をお願いします。マイナンバーの状況について、ペーパーを渡してありますので、これについては担当課長の方から説明をします。新務課長です。よろしくお願いします。マイナンバーの通知カードと個人番号カードに関する目的ということで、提出させていただきました。今通知カードが掛け橋では11月11日に、郵便配達が始まりまして、12月3日には配達完了という報告を取っております。全世帯で43,093通です。そのうちの返礼ということで、2662通が昨日現在に戻ってきておりまして、全体では 6.2%、全国で 6.8% ということですので、ほぼ同数くらいやはり戻ってきております。その花壇の返礼理由としては、これちょっと表記の仕方がちょっと申し訳ありませんでした。上の当てどころなしと、それから現在でも保管期間経過ということで、郵便局で届けたんですが、1週間保管していただいた後、もう市役所が戻ってきておりますので、それを足すとこの2600通になりますので、当てどころなしと保管期間経過を含めて 90% 以上になっているということです。その他の理由としては、死亡とか転出、受け取り拒否は今のところ12通ということを受けます。12通でした。あと、この土地カードが届かない人に対しては、マルチの居所申請があった人というのは、これは DV の被害ということで、届け出の住所、居所は違うよという申請のあった方、東日本大震災の方も対象ですけれども、その人たちには直接お送りすることになっております。2番目の返礼通知書の案内のということでは、住民は移動してないんですけれども、配達の時に不在だという方には、東部に来てくださいという案内を出す予定でおります。3番目の世帯の全部転居者については、地方公共団体システム機構から、随時、送付していただくことになっております。その次の、マイナンバー制度に関する苦情ということで、特に記載したのはあまり苦情ではなくて、記載はないんですが、苦情としてはこういうカードを送られてきても迷惑の話かななんていうのを私も受けたもしたんですけれども、やっぱり受けカードの受け取りについて、この2600人の方が、なかなか受け取りに来れないということで、休日を希望する声がありますので、今後、今土曜日が出張所が開庁しておりますので、本庁で開庁ということを検討していく予定であります。これは、うち10名の現在の集計です。
ですが、県の方に10日にまた正式に区分けをして報告することになっております。あと番号カードの、個人番号カードについては皆さんもそれぞれで情報機構の方に申請していただいておりますので、どの程度、申請されているか不明なんですけれども、かなり問い合わせ、方法の申請方法等問い合わせがありますので、多くの方が申請するのではないかと考えております。では1番の話題提供を以上させていただきます。2つ目に、各課からの報告事項を申し上げます。まず1番目、第16回志摩市長対抗駅伝、競争大会の結果報告と、第3回の垣内市城戸町駅伝の参加者募集について社会見解でお願いします。社会教育課です。よろしくお願いいたします。お手元の資料をご覧いただきたいと思います。第16回静岡県市長対抗駅伝競争大会についてというペーパーでございます。今回の第16回の大会につきましては、結果として、市の部27チーム中24位ということで、残念な結果だったわけでございますが、個々の選手につきましてはですね、目いっぱいの力を発揮して、歯を食いしばって最後まで諦めることなく、たすきを選手の方はつないでいただきました。大変ありがたかったし、感動もしたわけでございます。しかしながら、結果は結果として真摯に受け止めなければなりませんので、今後反省して分析していかなければいけないと思っております。ちなみに順位としては前回より9つ落としたということになりますが、タイム的にはそこに書いてあります通り、タイム差が5分50秒ということでございました。10区 の昨年の高校生のエースの子が今年は修学旅行で出られないということで、2分近く遅くなるのではないかということで、実際に1分51秒の差があったわけですが、それを除いても約4分の開きがあるということで、今後その辺を分析していかなければならないと思っています。また仮に去年と同じタイムの2分21秒であったとしてもですね、今年につきましては17位の島田市と18位の焼津市の間ぐらいということになりますので、タイム的にも年々速くなっているということで、今後はその選手の発掘育成強化、体育協会あるいは陸上競技関係者と十分検討していかなければいけないと考えているところでございます。その対策としましてですね、お手元に紫色のペーパーをお渡ししてありますけれども、駅伝とかそういった陸上競技種目の普及促進、市民の健康増進ということで、今年で第3回目となります城下町駅伝の、ご案内をさせていただきます。開催日時は2月14日でございます。例年、多くのチームに参加していただいておりまして、昨年は192チーム、一昨年は149チームということで、今年度につきましてもすでに68チームのエントリーが出ているということで、タイム的にも2回目よりも1回目の方が速くなっているということで、成果的なものも現れておりますので、ぜひその辺の PR をお願いしたいということでご報告させていただきます。以上です。よろしくお願いいたします。一番残念だったのはですね、ちょっと過剰も触れましたけれども、県下で、3000メートルか5000メートルかでナンバーワンの選手が活気がいて、去年も出てくれたんですけど、今年も大変期待したんですけれども、修学旅行と一緒になって県立高校の生徒ですので、県の教育長にこんなことないようにしてもらわないかな浜松の学校ですけれども、浜松は選手層がたくさん熱いもんだからいいですけど、掛川で大変期待しててショックを受けたということで、これは強かった私の方から教育長に、県の教育長にはお願いをしておきましたけども、あまり配分を言わない方がいいかな残念だったということです。来年はもうこんなことないように、また15位以内確実に入ってくる。すみません、こんにちは。続きまして、丸の2番の命の希望の森づくりということで、地域審査の方からお願いします。地域審査です。よろしくお願いいたします。林業の森づくり協定締結式について報告させていただきます。資料4をご覧ください。企業等が行う森づくり活動を支援する静岡県の制度であります
静岡未来の森サポーター制度により市内に本社がありますヤマハモーターパワープロダクツさんが柿川市が国県と共同で進めております沖ノ洲地内の防潮堤強化事業施工地の一部を企業の森として植樹活動などを行うための協定締結式を12月21日月曜日午前9時からこの町議室で行うものであります。3社共同で森づくり活動を行い市民にとって身近で親しみやすくかつ防災機能の高い健全な海岸防災林を育成すること合わせて防潮堤強化事業を進めることを目的としております。ヤマハモーターパワープロダクツさんは社員と市民による森づくり活動の実施活動資金の提供市は森づくり事業を市民に呼びかけて実施情報発信活動に対するサポート県は活動場所の提供情報発信活動に対するサポート認定証の発行認定ラベルの付与を行います。県内の海岸線で国県各市が共同で施工しております防潮堤事業施工地への植樹活動等は県内で第1号となります。その他詳細につきましては協定締結式でご報告させていただきますのでぜひ取材をしていただきますようお願いいたします。以上です。よろしくお願いいたします。それではあの、報告については以上でございます。続きあの行事予定について簡単に私の方からあの説明させていただきます。今日は行事予定は、6点ほどあの資料を用意してあります。資料の5です。男女共同参画推進事業平山さんとトークショーということでこれ11月の記者会見にも出していますので最低ということになりますので、詳細を省かせていただきますが12月15日来週の、火曜日ということになります。続きまして資料の6番ですが第63回ケットライチということで、まあ、連日やってるケットライチなんですが、12月は毎年大豊作市と名前を付けましてあのいつもの、店舗数よりも、多く大規模にやるということでぜひ、まあ、この機会に、まあ、年末の年の瀬の最後の、ケットライチになりますのでぜひまたよろしくお願いしたいと思います。資料の7でございます。平成28年柿川消防出初め式ということで、まあ、恒例行事ではあります。今年も1月の4日月曜日10時からということになっております。三の丸広場の方が会場になります。一斉放水等の、行事につくあの表彰それから一斉放水、まあ、その他の行事については、まあ、例年通りでございますがまた表彰者等についての情報提供を追って、させていただきますのでよろしくお願いいたします。資料の8でございます。柿川市成人式ということでこちらも例年行事ですが、今年は1月の10日日曜日になります。柿川区域、大東区域、大塚区域それぞれ時間と会場をずらして、開催をすることになります。新成人の皆さんが、まあ、実行委員会を組んで準備をしていただきますので、まあ、いろんな取り上げ方ができると思いますのでぜひともよろしくお願いしたいと思います。でその次にですね大島マリオン版の、大島司原画展のご案内はこの後、ちょっと改めて、時間とってやらせていただきますのでちょっとこの場では資料の等提供はございません。それから最後に資料の9番ですが、第65期王将戦7番勝負第1局竹橋開催についてということで、まあだんだん恒例行事になりつつありますけれども今年も開催されます。1月の10日日曜日、それから11日の、月曜日この2日間でございます。で今年はハブ名人が参加するのが決まり、また盛り上がるのではないかと思います。それからこの関連行事で今年も子ども王将戦ですとか、その裏へ行っていただきますと前座ともか対局見学会、大盤解説、といった、市民や子どもたちも参加できる行事も目白押しですので、またぜひ取り上げていただければありがたいと思います。以上、行事予定について、説明させていただきました。それでは、ここから質疑応答の時間とさせていただきますので、幹事社の方に進行の方をお願いいたします。よろしくお願いいたします。富士の話についてですね、今年本当に1年間ありがとうございます。明るい話題も、そうでない話題も、伝えていくことがいいとは誰もが住みたくなる街、とてもつながっていくと思いますので来年も
1年間よろしくお願いいたします。とで、ちょっと何点か、質問していただきたいんですが、来年2月の防災原発の防災訓練の具体的な、日にちとか、どんなことをこうやっていくのかっていうのはもしこう、まあ、今の時点では分かっていい日だけ決まってる、はい、日は2月3日です、はい、で午前中です。どんなことを想定して、一つは県がスクリーニングをやります。それは実際に市内からもバスで輸送してですね、そこでスクリーニングを受けるということをやりますが、あと市長が生まれました用素材についてもですね、ちょっと独自で資料を取り寄せながら勉強しながら計画をしていきたいというふうに今これから検討していきたいと思います。まあ合併10周年を振り返って横須賀ですかね、はい、利便性がというところで、具体的にこうどんなところを改善していくっていう、もし頭にあるのか、先ほど言いましたけど、大須賀の西大谷トンネルを通る入山瀬線っていうのが開通をしました。で、あとそれから南に、まあ、県道ですので、県ができるだけ早く整備をしていただけるということでありますが、まあ従前からこれがものすごく道路整備が進みましたので、まあ、来年の4月から通学をする、例えば掛川から横須賀高校に通う子ども、それから、横須賀大須賀から掛川高校に通う、そういう子どもたちの通学の足の手段をですね、確保するようなことを4月1日からスタートできるように今取り組みを進めております。まあ、少なくともずっと、袋井経由で行かなくても来れるというような、そういうことをまず特化してしっかりやることが必要だというふうに思っていますので、あと、まあ、ちょっと今日の話題ではないんですが、先日こう来るヨーロッパで、ラグビーの、はい、まあ私もありますが、ワールドカップ4年後の会場にもなっているということで、まあ、隣接地の海岸、こちらでもこの町市長をご覧になっていたと思うんですが、あれをご覧になって、このどういうお考えで、まあ、19年に向けてはどういうふうな取り組みをしていきたいなということを、まあ、本当に具体的に言ってなくても結構です、はい、先日町内のそれぞれのセクションのメンバーで、開催の町内、組織を立ち上げました。で、私は今年中というふうに指示をしてますけれども、まあ、今年中に、まあ、いろんな団体さん、市民の皆さん、そういう人が開催するための、まあ、組織委員会のようなものを今年中に立ち上げて、これからどういう取り組みを進めていくかということを具体的に、まあ決めていきたいというふうに思っております。まあ、いずれにしろ今回はすごく多分4試合になると、ラグビーの場合は1週間から10日ぐらい空けないと試合がなかなかできないということですので、そうしますとかなり1ヶ月も1ヶ月ちょっともエクバの会場で、断続的に試合があるわけですよ。その間もお客さんが、海外から来たお客さんがこの地域を楽しんでもらうようなですね、そういう観光的な取り組みを進めたい、それと同時に、ある一定のエクバの会場でなくて他に、何て言ったらファンポイント、ファンゾーンというエコパの大会を見に来たと同時に、その
日本に来て、いろんな地域の文化、あるいは地域の食べ物、まあ、そういうものを提供するファンゾーンのようなものを、まあ、県も考えておりますので、まあ、関係者としても一番、新幹線が止まる駅で、まあ、このエコパブ大会の、まあ、私は玄関口だというふうに思っておりますので、まあ、できるだけそういう近くに、まあ、ファンゾーンのようなものを整備をして、まあ、これはもう、県の準備委員会の私も申し上げてますけれども、県の庁を大々的に、PR できるようなですね、そういう、まあ、大茶会のようなものを開いて、外国の方ももっとちょっと同時に、日本の茶、柿川のお茶が、健康にもいいし、素晴らしいということをこれからのお茶の海外展開をしていきたいということの一つの取っかかりにしたい、まあ、その他いろんな観光的な取り組みも取り組みする、まあ、具体的にはこれから精神科医の中でも、それから隣接の袋石とも岩田市とも、あるいは菊川市とも、それから県ともいろいろ連携を取ってやるということになろうかと思います。何しろ、玄関口であるということと、この周辺では一番、ホテルが、ホテル施設が一番多いわけですので、ほとんどここにと行かれる人が、まあ、前回のワールドカップのサッカーの時も多分そうだったと思いますけど、まあ、宿泊施設が一番充実しているのはここです。交通の利便性がいい。だから玄関口としてのしっかりした役割を果たしていきたいというふうに思っております。まさしく、全市民挙げて、しっかり還元をして、還元をした結果、柿川を発信できるようにしたい。先ほどの原発の訓練のお話なんですけども、まあスクリーニングのところまで輸送するという話ですけど、やっぱりなかなか難しい問題だと思うんですが、避難計画と密接に関わってくるところなのかなと、まあ、周辺の市町とか受け入れる状況によってもなかなか難しい問題だと思うんですが、今後見通しとしてはどんな形かなというのを教えていただければ。まあ、今回まあ、県の指示というか県のストーリーだけで、原発の防災訓練を、まあ、担当部局はそういう形で進めたいというふうに多分思ったんでしょうけれども、私としては改めてその防災計画を作るにあたってどういうところが課題で本当にできるの、原発の防災避難計画ができるのっていう、そこをしっかり検証するというか、それをぜひ、やらなければ避難計画は多分できないのではないかな。でこれも先ほど言いましたけれども、もう、南相馬市の新聞の皆さんは屋内退避という指示が出たけれども、もうみんなそれぞれもうどんどん同時に避難をする、独自にということでありますので、今の大まかな避難の状況はその5キロ圏内がの皆さんが先に避難して、その間その30キロ圏内の市民は屋内退避だと。これが数値が500マイクロシーベルト時になったとき初めて、その柿ヶ市民は30キロ圏外に避難すると、まあ、こういうような一定のルールが決められているということですけど、こんなこと果たして、できるのかなということも含めて、いろんな
ペーパー上では要素材を83番上も確保しているけれども、確保してるっていうだけの話で、実際配布するときにお医者さんがチェックをしなきゃいかんなっていうときに、それができるかどうかっていうことをやっぱり少し、この市の職員がそういう形で、避難訓練に参加する、まあ、市民まで一緒にっていうのはなかなか大変かもしれませんので、今考えているのは、まあ、市の職員ができるだけ協力して、あとは自治会の自主防災会長さんとか、まあ、そういう方に少し参加をしてもらってということを考えて、います。まあもう議会の質問にも、数年前に避難計画は策定するっていうふうに答弁してますけれども、具体的にいろんなことを詰めていくと、逆になかなか避難計画を策定するには、まあ、課題が多すぎるということでありますので、まあ、万が一事故があった時に本当に、実効性ある、まあ、避難といいますか、掛け合市民の生命を守るというにはどうあるべきかということをしっかり、まあ、2月の1回 の訓練で全部検証できるかというのはとても無理だと思いますけれども、どっかかりとして、まあ、地上で考えているだけでなく、少し実態の訓練を通して、いろんなことを確認していきたいと思っています。この原発の話だけども、県も毎年新潟とか大きな訓練してますけど、それとの関連性となんですか？はい、同じ日とか県、この近隣の4市も、一緒にこの日にやるんですけども、まあ、県が計画しているのは先ほど言ったようにスクリーニングをメインにやろうとしています。それは毎年、確か前だけの国の公民館で大規模なのをやってます、はい、今回の市長の話だと、市独自でやられるっていうお話ではないですか？そうですね、県もやりますけれども、うん、私としては毎回同じような訓練をやるということだけでなく、今具体的に避難計画を策定するにあたって、どういう課題があって、それを訓練で検証すると、そして、避難計画に反映させるということがないと、まあ、県がいろいろなことを、まあ、私に言わせると、なかなかその、まあ、なんかやらなきゃいかんもんだからっていうところも見られると、まあ、あまりこんなこと言っちゃうと怒られるかもしれないけれども、だから避難計画も作れないんですよ、実際避難計画を作ろうとしていても、ですから作っていく中でどういうことをやっぱり訓練を通して確認をするかっていうことまで踏み込まないと、ずっと避難計画なんか作れない。で、避難計画が作れなければ作れないというですね、もうこれはしょうがない。で、ただ災害弱者の方をどう、もうそこに限定する、今全部、500マイクロシーベルトの数値が出た時には掛川市民全員がもう30キロ圏外に避難しますということが、果たしてそんなこと可能かどうか。そうすると、もしその時に優先的に、災害弱者といいますか、高齢者というか、施設に入っている人とかいう人たちをどう避難をしてもらうかっていうことに、その計画自体も少し、変えていかないと、全く実効性がない。まあ、原発が起こらないっていう前提が一つあるもんだから、なかなか
進まないんですが、万が一の時の対策をやっぱり取っておかなきゃいけないかと思います。県の防災訓練に合わせて市がもう少しそれに加味したものを、そうですね、そういう意味、そういう意味か。その中で目玉となるのがスクリーニングと、それから住民の実際の避難参加というのはあるんですか。どうか会場を含めてバスで移動させるとか。それは今の段階では自主防災会長とか、そういう人には参加してもらおうという、今の計画ですけど。もう一つの3つ目では多分、要素材の配布、そう、これも実際に配布されるんですか。そのものを配布するか、違ったものを配布するか、ちょっと。配布の訓練という感じですか。そうですよ。実際、一箇所で、お医者さんがどういうチェックをして配布するのかっていうところも実際私自身もよく分かりませんので、年齢と違うところも、いや40歳ね、はい、で30キロに避難するっていうことでしょ、うん、そうするとどうやって人を分けて、うん、名簿をチェックをしてってそんなことをやってたらとてもっていうようなですねところもしっかり確認を。市はそもそも用途内を配布する、事前配布っていうのは検討されてるんですか。私自身はもう事前配布をすべきだという考えでいますけれども、うん、これはもう県の方が5キロ圏内は、まあ、そういうふうなことに、はいはい、UPZ は事前配布、なってきたんですけど、はい、あ、すいません APZ、はい、ですからそれはもう、うん、そう、ただで3年間保管して、まあ、県が出してくれるっていうか購入してくれるもんだからいいですけれどもね、何にも保管してるだけで実際どう配布するときにお医者さんがどの程度のチェックをするのか、じゃあ40歳以下 その人間をどう区分けしてやるのかっていうですねところも全くできておりませんので、一回そういうのをやらないとというふうに、はい、在庫訓練の時は確かに UPZ も含めて、県と防災センターの一体だと思うけど、それはもう参加もあってなおかつ、そうですって感じなんですね。それはもう、はい、今回は防災センターなし、はい、防災センターに派遣はなんか県の、うん、なんか引っ越し、防災センターの引っ越しがちょうど重なったもんだから、その本部の防災センターは別の日にやるっていうふうに聞いてますけど、県は先ほど言ったスクリーニングをメインに、今年度はやる。すみません、ちょっと関連してですけど、県の防災訓練のメニューっていうのは分かってるんですよね。項目としては挙げられていまして、各市町が全部同じではないんですよね、多分。そうでもないですか。ただ、概ねこれまでの流れからいきますと、県が示したその汚染センターへの派遣とですね、スクリーニング、場所への移動のスクリーニング、例えば用途外の配布訓練なんかもメニューが入ってますね、県の方が項目としては上がってますが、県はやらないと思われます。実際にはやらない、やらない、できないと思いますけど、うん、ですので、市独自で計画をするしかないと思ってます。従来 その2月の閉鎖区防災訓練やってきた時に、これ基本的に県主催で、はい、イオン市が今日一緒にって形で、はいはい、従来 その2月の時は掛川市としてはその防災センターや職員派遣とかそこにとどまったっていう。あと昨年度は国安園からですね、職員が入所者役になってですね、実際にスクリーニングの方に移動してスクリーニングを受けるという訓練をやった。計画を作るにあたっては、すごくとも要素材をどう配布して、おじさんがどう対応して、40歳の年齢をどう区別して、あるいはその事前にどう連絡をしておいて、どの場所にっていう、そういう具体的なところがですね、まだしっかり示されていませんので、まあいろいろやることによって、そういうことも市民の皆さんに
いざという時に少しでも理解をしてもらうようなそういう形を取り上げると同時にやっぱり避難計画を作れ作れって言ってるけれども作りきれないんですよね。まあ、あの県外のいろんなところについては県がこういうことを掲げましたっていうのは指示してくれたんですけれども、ただこれについても例えば施設に入っている人あるいはその災害弱者この人たちをどういうところにっていうのは市同士で調整を、うん、愛知県の市の人もそのこちら の特業に入っている方とかいろんな方をっていうのはそのキャパがあんまりないんですね。それほどそういう点もこれからさらに詰めていかなきゃいかんという課題は非常に一つ一つクリアしながら進めていきたいと。確かに県が示されているのは結構大雑把な感じで、大雑把な経験だなと思うんですが、うん、例えば市は独自に、まあまあ20キロ圏内、それぞれ旧の大都市とは違うと思いますけど、10キロ圏内で、時間的なシミュレーションってことはされてるんですかね。国道何時間ってどこまで県内で、県内、市外に出題してできるというか。時間的なシミュレーションはできませんが、市内を18の区域におおむね3000世帯を目安に、区分けしまして、そうすると大体どのルートをどの道路を通っていくというのは決められてきますので、ルートが決められるとどこに対する渋滞損か一緒にそれはシミュレーションができます。ですので、まあ、国県が言ってるのは一斉ではなくて、その線量によって避難することによってっていうことを、それ無理ですよ、ね。もう原発のあの時には富岡町もそうですし、今日こっち行ったあの南相馬もそうですけども、もう情報が入ればもう遠い遠いどん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 、避難するで、今回のように5キロ圏内が避難するまで国内退避だっていうのが可能かどうかっていうことですよね。東日本の福島の原発の時、そのこの掛川の外資系の企業の外国の方はすぐ大阪とか向こうの方に避難したそうですからね。そのくらいですから、ちょっとどういう形で避難計画を作るかとか難しい話ですので、まあ、いろいろやってみて一番いい方法を取るように計画されてそしていかないといけません。ちょっと一点だけ芝居内容をちょっと日曜日に開幕式やった、光オブジェ定着してきたイベントって感じで見て、今回新しい取り組みみたいな感じで、それに関連イベントというか、光のアートとかされてます。まあ、いろいろ評価はちょっと分かりづらいみたいな、白黒で分かりづらいみたいな感じだったけど、まあ、取り組み自体は大変評価できると思うんだけども、あれは市がやった、それとも町づくり株式会社やった事業なんでしょうか、株事業そのものは。光の、分かる？こっちに来てるの、こっちに来てる。CD があるんだ、こっちに来てすみません、文化専攻室です。光のオブジェは、今まで街づくり実行委員会の方々が継続してやっていただきました。今年やった光の、掛川城の光アート、それにつきましては、市が主催になっておりまして、街づくり株式会社に委託をして、実施をしました。ステンドグラス美術館については、指定管理者です。掛川町の役所振興公社が美術館の事業として開催しました。参考までですけど、相当予算変わったんですか？光アートはそれほど大きな額がかかったので、それ100万ぐらい、はい、委託は、いくら？委
託した金額は60万。あ、いろいろ投影だけではなくて、あれはですね、制作についてDVD に撮ったりして、教材というか、子どもたちにもそういった芸術を見せるという、教材になるような、委託もしておりますので、それも含めてですので、DVD の自体はそれも。クリスマスのナンパ部分カラフルになると作者自身から来て、これ楽しいです。ぜひお願いします。1点だけ、すみません。今年の成人式なんですけど、誰か市内で出席されるかって有名な人とか、この人とかいらっしゃいますか？野球選手とかいないね。いつかも。成人式につきましては、1月の、10日の日に、3地区の会場でそれぞれ開催することになっておりますが、それぞれ20歳の皆さんで実行委員会を組んでいただいておりますので、その中で、どういう催しするかを今決めてもらっているというところの中で、特に有名人を呼んでくるという話は伺っております。市内の対象者に、対象者に有名人がいないから、ね、あ、そういうことか。サッカー選手とか誰か聞いてないですね。すいません。あ、また聞いてみる。はい、また確認してみます。はい、すいません。はい、私は確かに、そこかなんか言ってた。ああ、そう。それまた、トピックスみたいなのがあれば、またよろしくお願いします。あとです。はい。じゃあ、ありがとうございました。次回の定例委員会は1月の14日、木曜日の予定となっています。今日はありがとうございました。